一応シャッターチャンスというか、はい、シャッターの音が結構静かめに響いてますね、はい、いやいや そう感じてるだけでシャッターはいつもと同じようにやってるんですよ。いやいやもう皆さんねとってもたくさんシャッターを聞いていただいております、ありがとうございます。さあということで改めて今日お集まりいただいた皆様、はい、たくさんの方々に集まっていただいたのでぜひ小島さんからご挨拶お願いします。この度はですねこのハードオフさんの、まあ、このね、イベントにね皆さんお越しいただき本当にありがとうございます。さあということでここからはそんなハードオフ名物であります、うん、ジャンク品を使用した企画に挑戦していただきます、はい、さあということで何が出てくるんでしょうか、はい、今日は実際にハードオフが買い取ったジャンク品を使用して、はい、小島さんには即興でギャグを作っていただきます、はい、そのギャグに対してハードオフ店員が査定をしようという試みとなっております、はい、さあ実際のこれハードオフが買い取ったジャンク品の数々ということで実際に買い取ってるんですかこれ。そうなんですよこれ、はい、ガズトーチっていうんだこれ。これあれですよね、聖火で使うようなやつですよね。そうですよね。2200円だってそれぞれ価格がついてるんですよこれ。あこれはなんかなんかディスプレイに良さげですよね。ね、まあそうですね、うんうんはい、1100円、おじいちゃんのうちにあった気がします結構こういう感じの曖昧なあれなんですね、うん、インテリアにいかがですか、うん、ああ、そうかそうか。あこれは、ね、これはゴージャスさんが使ったやつですかこれ。違うか。いやなんかでもそれにも使えそう、いろんなものがご用意させていただいてるんですが、はいはいはい、早速参加いただきます、うん、ハードオフ山本社長と横田店長にステージにお越しいただきましょう、はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。さあということで、うん、今から初見で査定を行っていただきます、はい、あらゆるものの買い取りに定評があるハードオフですが、うん、さあ意気込みのほどはいかがでしょうか。まずは山本社長いかがでしょう。面白いギャグを期待しております。そうかなと思ってます。今グッとハードルが上がりましたね、はい、ハードですね、うん、この状況がハードですよ、はい、ハードな感じでいきたいと思います、はい、さあそして査定をしていただくのは横田店長ということでいかがでしょう。意気込みは大変恐縮ですが、はい、頑張って査定しますのでよろしくお願いします。ああとんでもございません。なんか緊張感たっぷりですね。たっぷりですよ、はい、あとこの照明もなんかね今更ですけど、うん、結構緊張感あおる照明ですよ ね、そうなんですよ、一人だけパンと見えてますので、はい、よろしくお願いいたします。さあということでテーブルにはハードオフが実際に買い取ったジャンク品並んでおります。さあどのアイテムを選んでいただいて即興ギャグとなるんでしょうか。それでは小島さんお願いいたします。これ330円なんですか。これ買う予定、サリちゃんのパパ、サリちゃんのパパ、黒船だ、あれ黒船だ、ナイスナイスナイスだからったナイス、切れました今切れました。それでは、はい、査定を決めていただくのは横田店長です。査定額をお書きください。さあ小島さん、はい、今のギャグ手応えのほどは、あんま聞かないでください。だいたいそういうのはもうね手応えっていうかね、だいたいみんな感じてるものは一緒だと思うんで、今黒電話を選んでる、ね、黒電話ですね。ナイスレトロって書いてあります。あ昔懐かしい黒電話です。まあ僕も小さい頃、うん、はい、小学生ぐらいまで黒電話だったかな、ね、実際に販売価格は550円ですね、うん、はい、それにいくらこう上増しされるのか、そういうことですね、はい、それ
今の私のギャグ でプラスいくらになるか、はい、そうです。プラスされた状態で出るんですか、この辺はっきりさせてください。いや、これは、はい、あの小島さんのギャグの査定額です。ギャグだけ、じゃあそれプラス550円になるわけですね。わかりました、はい、これはもう税込み価格で書いていただきますので、はい、はい、税込み価格、税込み価格です。ギャグに税金とかわかりました、はい、はい、ということで、さあそれでは果たして査定額はいくらになったんでしょうか。横田店長お願いします。1000円です。おー、結構よくないですか横田店長。だって550円ですよ、もともとは。そうです、やっぱり3つぐらいあの詰め合わせでやっていただいたので、はい、その分の価格となっております。わー、数だったんだ危ねえ、数足しといてよかった。そう、山本社長どうだったでしょう、1000円、はい、という査定額ですが。いや、あの買い取りの限界に挑戦したいという思いが我々ありますので、はい、お断りせずに買い取りをさせていただきたいと思います。あ、なるほど、こう限界を言ってくれてるんですね。ちょっと心削られましたけど今なかなかやっぱハードな査定、ハードですね今日。そうですね、はい、ということでこのギャグは1550円という査定額となりました。おー、1000円、だから1000円のギャグで黒電話でそうです、セットで1550円。そうなんです。おー、はい、でこれ買った人はその俺の今のやつをやらないといけないというか、まあ、やる権利をもらえるってことですね。そういうことです、まあ、私多分二度とやらないと思うんでよかったと、まあ、でもそういうことですよね。売るっていうのはそういうことですよね、はい、私はもう二度とできないってことですもんね。そうですね、はい、いや、じゃあまだあるのでどうです、はい、リベンジ。リベンジってちょっと待ってくださいね、負けたみたいになってるじゃないですか。いやいやいや、あの、まあ、別に負けたつもりないですこっちは。ぐんとね査定額が上がるようなギャグを、あ、はいはいはい、ぜひもう一つぐらい。クラリネットか、クラリ3300円、ケースに渡辺用って書いてある。いいのかな小島が使っても。クラリネットか、2024年問題も大変だな、セルフカッピングセルフカッピング丸つくやつ丸つくやつセルフカッピング、あっ、ユニコーン、ユニコーン、黒いユニコーン、硬い人はこれ使うと便利だね、手届かない人はこれ使うと便利。横田店長査定額お願いいたしますさあかなり絞り出していただきましたが、いやもう本当に、はい、ね、生きた心地がしませんでしたどうですご自身的に自分でこう査定するならば。いやもう本当にその、うん、すごく高い点数つけてあげたいです、高い値段をね、うん、はい、自分で頑張ったなと思います。もうなんか具体的にもし、いやもうだからその、やっぱその場で生まれてるっていう、はい、なんか諦めなかった俺諦めなかったなって思ってます。その心がどのように査定されたんでしょうか、はい、見てみることにいたしましょう。横田店長発表お願いいたします。やった、3000円です。おー、イエー、3000円、ガッツポーズですね。いやガッツポーズですよ、だってそうですね、先ほど1000円でしたから、1000円が3倍ですよ。いやー数だったんですね聞いてみましょう。でも
何が聞かあれだったんだろう。どうしてこの3000円は、はいはい、やっぱり数と数やっぱ数なんですね。あと個人的にはあの乳首に当てたのと最後のやつが好きでした。意外とこういうの好きでした。へえ、そうですか。山本社長はどんな風にご覧になられたでしょうか。はい、あの小島さんのメンタルが強いなとその分も気持ちで買い取りをしてると思います。わあ、なるほど、気持ちも見てくれてるんですね逆に。だからまあさっき物にはね魂があるって言いますけど、やっぱギャグにも魂が入ってますから。でもかなり査定をされる横田店長、真顔で真摯に査定されているのが印象的だったんですが、はい、そうだったんですか。私あの顔は表情見えてなかったんで、いやつい笑ってるのかなと思ったんですけど、真顔で査定されてたんですね。真顔で真摯に査定に取り組んでらっしゃいました。そうだったんですか。それはあんまり聞きたくなかったです。いやでも今回は3000円ということで、はい、6300円、はい、6300円はすごいじゃないですか。査定金額となりました。これ納得の価格ということでよろしいでしょうか。はいはい、ね、いやもう納得ですよ。はい、あとその物と同じぐらいの付加価値をつけられたわけですもんね。本当ですよね。はい、ということで今回2つのギャグを披露していただいたんですが、うん、代表して山本社長、このジャンクギャグ正式に買い取りしていただけますでしょうか。はい、喜んで買い取りさせていただきます。あ、よかった。いやもうそういうもんだと思ってましたけどこれ今ので決定だったんですね。そうなんです、今ので正式買い取りが決定いたしました。はい、どうでしょう、正式にこう売っていただくということで、はい、小島さんよろしいでしょうか。もちろん、というかもう送られねえと思ってないでしょうね。はい、では見事、はい、ハードオフのジャンク品を用いて小島さんが開発したジャンクギャグ、はい、ハードオフが公式に保有することとなりました。ということで小島よしおさんのジャンクギャグ保有公式認定書、小島さんから山本社長に贈呈していただくことにいたしましょう。はい、どうぞお立ちください。これをだから一緒にその店頭でみたいなこと、はい、ということでお二人でお持ちいただいてのフォトチャンスとなります。このジャンクギャグなんですが、はい、実際にオンラインサイトオフモールでの販売であったり、うん、X 公式アカウント、うん、アットマークハードオフオフィシャルにおきまして購入券抽選キャンペーン開始を予定しております。抽選になりますかね。はい、詳細に関しましては、キャンペーン特設 LP と、ハードオフ公式 X でご確認ください。いかがでしょうか。いい写真撮れましたでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。ではお受け取りください。よろしくお願いします。サスティナブルいいや。いいやな、未来までもらっていいですか。サスティナブルでピーヤな未来。